チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はまた文化の違いのことを話したいなんですけど、今回人気あると人気ない作品について話したいと思います。やはりそれもヨーロッパとかアメリカと日本と違って、なんかヨーロッパに人気あるの作品なのに日本は人気ない、それとも逆なので、今回は日本人の意見もね聞きたいと思って特別に YouTube のディレクターさんと一緒に話したいと思います。まず何の作品から始めましょうか。ちょうど今エヴァンゲリオンが公開されて、日本ではすごくね映画で人気ですけど、はい、エヴァンゲリオンは海外ではどうですか？エヴァンゲリオンはね人気あるなんですけど、結構オタクっぽいと言われます。なんか本当アニメ好きな方だとエヴァンゲリオンが見るなんですけど、そうじゃない人はエヴァンゲリオンは全くわからない。なぜというとストーリーが難しすぎて理解してるの人は本当少ないかもしれないし、でも若いの人はね意外と人気はすごいあります。最近はふと思ったのが、日本では同じロボットだとガンダムがやっぱり昔から人気なんですけど、あんまり海外では聞かない。ないですね、ガンダムはねないです。なぜというと、昔私のお父さんの時代は、まあ、銀河Zはすっごい人気があったんですよ。特にイタリアとかヨーロッパだとすっごい人気がありました。しかしなんでわからないけどガンダムはね放送されてもあんまりガンダムのことを話す人は少なくて、あんまりそこまで人気がなかったんですよね。どっちかというとエヴァンゲリオンかコドギアスはまだ人気がありました。その違う技があるんですよね。そう、本当ガンダム好きな人は本当少なくてマニアックとよく言われます。でも人形とは私のお父さんとか30、40歳からの人からだとすごい人気がありましたんですね。カニバルとかにも大きな人形とか作られたことあるんですよ。すごい人気バズってたんですよね、インターネットで。そう、そのぐらいは人気ありました。そうですね、本当他のメジャーの作品だとグレンラガンとかもすごい人気がありましたんですね。コドギアス、グレンラガン、エヴァンゲリオン、若い人の中でこの3つの作品はすごく人気がありましたんですけど、ガンダムは特には人気ないんですね。みんな知ってるんですけど別にファンではないかな。ポケモンって人気ですよね。あー、ポケモン人気ですよね。はい。妖怪ウォッチってどうなの？わ、知らない。私の弟ぐらいは妖怪ウォッチはなぜわからないけどすごい好きなんですけど、やっぱり弟もちょっとタコっぽいなんですよ。だから意外といろんなことは知ってるんですよね。しかしやっぱり妖怪ウォッチよりはまだポケモンとディジモンとかもすごい人気がありましたんですよ。妖怪ウォッチは多分妖怪の話してるから、その妖怪はね日本しかない物語なんですよ。妖怪の存在はわからない。なるほど。外国でポケモンだとどっちかっていうと可愛い動物が戦ってるみたいな感じはすごい、まあみんな好きになりやすいかなって思う。じゃあゲゲゲの鬼太郎とかも全然わかんない。そう、全然わからない。そういう話は分かんないね。特にヨーロッパだと私の家族とか友達の話すると妖怪とかそのゴーストは信じないですね。多めに信じない気がするからないかな、妖怪ものは。妖怪のものはそう人気ないですね。日本のアニメといえば誰でも知ってるっていうのだと、サザエさんとかちびまる子ちゃんとか見たことがない。海外では全く全くない。あとちょっとだけなんか放送されてちょっと人気があったのはドラえもんだったんだけど、でもドラえもんも一般人が分からなかった気がする。そこまでなんかどこでもドアが人気になったんですけど、
ドラえもんはとかマサザエさんとかちびまる子ちゃんはなんでそこまで人気ないの理由は多分ね、私から特にちっちゃい小さい時が見た時にその日常がわからない、布団がわからない、日本の家もわからない、日本の食べ物もわからない、だから学校の関係とか友達の関係もわかんないから、ちょっと違くないってな感じになってたんですよね、何回も。だからドラえもんの存在としてすごい面白かったけど、その日常はこれ多分ドラえもん見てる方はこれ懐かしいなとか、私も僕もこういう風にしたかったんだとか人が多かったと思うんですけど、外国はそこまでなくて理解が難しかったんですね。ただドラ焼きとかさ、ドラ焼きって何ってわかんないんですよ、ね、ドラえもんが寝てる押し入れが何だ、わかんない、ないですね、この押し入れとかはないから、クローゼットの中に寝てるとかは感覚はあったんだけど、また違うじゃん、はい、そんな感じです。日本ではもう映画のすごく人気な名探偵コナン、推理小説というか探偵物はどうなんですか、はい、イタリアだと人気があったんだけど、コナンスーパーディテクティブコンヨーキャリー、これはねイタリア語のバージョンなんですけど、でもすごいカットされた、いっぱいカットされたんですね。それがなんか話は聞いたことある。コーナーはイタリアで面白かったんですけど、例えばアメリカだと人気ないんですよ。なぜというと死体が見ちゃうから、それは子供を見なくちゃいけないし、深夜のものになっちゃうんですね。だからイタリアだといろんなシーンのカットをして、午後の1時とかに放送されてたんですけど、他の国だともっと厳しかった気がするから、あんまりそこまで伸びてなかったんですね、うん、なんかそこまで、例えばコーナーよりはワンピースの方が人気がありました。スポーツ、例えば、はい、結構聞いたことあるのがイタリアとかの、まあ、ヨーロッパの有名なサッカー選手はキャプテン翼を見たっていう話聞きますけど、イタリア語はホリーベンジ人気ありましたんですね。やっぱりサッカーというのことは特にイタリアの文化と関わってたから、サッカーはね結構みんなやってたんですよね、普段でも。ヨーロッパは特にみんなサッカーやってたから、ホリーエンベンジはそのキャプテン翼は大人気ありました。日本だとスポーツだというと例えばタッチとか、あ、分かります。メジャーとか野球のアニメも結構人気なんですけど、これはどうなんですか？ベースボールはねヨーロッパとかはやってないから人気がないんですね。私もベースボールとか野球のルールとかあんまりわからないし、あんまりヨーロッパに、イタリアに見たことないんですね、やってる人は。ほとんどいないと思うから人気がありませんだな。日本であるなんていうか、カルチャーの女子高生もの、例えば軽音とか、今で言うと多分ゆるキャンが人気だと思うんですけど、ああいう系のシリーズはどうなんですか？人気ないですね。オタクの中しか人気ないんですよね。私は超大好きんですけどね。私ラッキースターとか、今ゆるキャンとか、あとさっきなんて言ったっけ、イケヨン、軽音超大好きだった。もうマニアックで、すごいマニアックだったんですけど、なんつって言うとオタクですからね。オタクですから日本人みたいになりたいとか、そういう高校なんか日本の高校に行ってみたいとかの夢があったから、そういう世界にすごい癒されるんだけど、多分外国はまず制服の文化がない、だから制服着てるはおかしいみたいな感じ。セーラームーンってすごいすぐ燃え出すね、みんなセーラームーンと思われてるから。でどっちかっていうと日常ではないけど、そういう感じといえばセーラームーンぐらいだった。セーラームーンは人気ですよね、海外で。そうだね、そう。でも日常今すっごい頑張って、いや俗に言う萌えアニメみたいなのがそのあまり一般的ではない。あまり萌えと可愛い文化は外国にないから、萌え萌えキュン、みんな大好きみたい、このこういう声で聞くのは
イタリア人はね、イタリア人というか外国人は特に嫌がる。あれはどうですか、ラブライブとかは。日本の人気ほどはない。日本ほど人気はない。オタクの中で人気ある、コスプレイヤーの中でものすごく人気があるんだけど、一般人はラブライブは分からない。うん、アイドル文化はないから、私も昔はアイドルになりたいって言った時に、はったらかアイドルって何みたい、なんでこんなことするの、子供っぽいとかはやっぱり悪いコメントが多いんですよ。どっちかっていうとオタクの中では人気があるんですけど、それ一般人で見せるとはーってな感じになっちゃうんですね。可愛い、それロリコンって、全部ロリコンに見えるんですよ、どっちかっていうと。でなかなかロリコンの文化もすごい、あのヨーロッパだとバッチンされてるから、完全にだから、あの東京ミュウミュウとかセーラームーンも14歳で、ね、なかなかそれが言えなかったんですね。なんか14歳なんですけど、アニメの中でイタリアンバージョンは18歳みたいな感じになってたアニメが多かったんですね。日本では人気はないけど、海外で人気ある作品って何かあるんですか？あります。あのカウボーイビポップとか、ヘルシングとか、サムライシャンプーとか、あと、トライガンとか、トリニティブロッドとか、あとは、そういう系が多かったんですね。どっちが、あ、ガンズとかも人気ありましたんですね。あとボスエンジェルとかも人気あったし、そう、あ、ゴスティンデシェール、格闘機動隊あと、あのアリタ、ベルセックとかはすごい人気ありました。なぜというとかっこいい系が多いからですね。戦いとかバイオレンスもとか多かったし、どっちかっていうと大人向けで、あ、アニメマジでかっこいいとかは多かった。どっちかっていうとそういうアニメが多めですよね。で日本に来た瞬間にこれは人気ないって聞いた時にショック受けた。めっちゃかっこいいからなんで人気ないのって。すごい、確かにかっこいいとは思うけど人気はあまりないかもしれない。なんかそれはもう悲しすぎるよ、マジで。すごい作品だったから。やっぱりどちらかというと外国はね、萌えものはいけない。本当オタク、今オタクの中ですごいモケると思うけど、特に昔はかっこいいはメインだったんですね。だから私もモトコとか、あのカウボーイビボップ の女の子たちとか、バースエンジェルとか、一気当然とか、そういう、あと天井天下とか、格闘系が多かった。どっちかっていうと強い女の子、おっぱいでかいの女の子はすごい憧れたんですよ。すごい憧れて、お父さんもタイプだったんですよ。どっちかっていうと、だからこういうイメージが強いんですね。かっこいい系のアニメって多分大人向けのアニメだったと思うんですけど、そうですね、ただ日本では逆に日本の方が大人がアニメを見る感じが ない、普通の大人の人があまりアニメ、今はまたちょっと変わってますけど、特に90年代までは大人はアニメ見なくて、アニメを見る大人っていうのはやっぱりそれ萌え萌えとか、そのとこ特殊な方に行くっていう感じだったかもしれないです。意外。でも確かに私の大好きなケイオンとかゴチューザとかさ、どんなファンがついてるかなって思って、絶対こういうアニメはかなんか高校生の女の子が好きかなって外国と思われてるんですけど、結局日本に来たら男性とか30過ぎの人が多い。でそれもなんか理解ができないんですね。それは外国は逆だからなんですよね、完全に。そうだからなんか不思議だった。初めてなんか来た時にすごい不思議だった。わー、こういうトークするといろいろ違いがありますねって
ですが、なるほどねってになっちゃうんですね。ちょっと楽しかったです。皆さんも面白いと思ったらぜひコメントといいねボタンして、ぜひチャンネル登録をしてください。このシリーズとかはね、もっと広めたいと思いますので、他のなんか質問とかあったらぜひコメントの方に書いてください。また次の動画へ、チャオ。ありがとうございました。アリベデッチ。